始まりました電動 TV。 皆さんどうもこんにちは、菊太郎でございます。そしてお相手は、はい、週刊ファミ通本間です。はい、という今月のですね、はい、衣装は何ですか。今月はですね、戦国武装のお国の衣装です。いいね、おもちゃいい、おもちゃいい。毎月僕は癒されて、あれちょっと小沢さん、はい、ちょっと入ってきてください。何やってるんですか、端っこで。僕先月負けたんで、こんなとこにいていいのかなと思っちゃったんですけど。いやいや、マイクついてるじゃないですか。いいっすか、ここにいて。もちろんですよ、お願いします。僕は加わりましたけど、僕がお願いします。いやいや、初心に帰ってお願いします、はい、3人新メンバーで頑張ってきますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャプテンレインボー、落ち目のヒーローが主人公のアクションアドベンチャー。願いが叶う不思議な島を舞台に、島の住人たちの願いを叶えよう。住人たちは過去任天堂の作品に登場したキャラクターたちだぞ。ブルードラゴンプラス、 Xbox 360で発売されたブルードラゴンの続編がリアルタイムシミュレーションとなって任天堂 DS に登場。新たな仲間をタッチペンで動かし、バトルに勝利しよう。クイズマジックアカデミー DS、 アーケードで好評のオンライン対戦クイズゲームの任天堂 DS 版。魔法学校の生徒となってクイズに挑戦するモードを搭載し、最大8人での通信対戦も可能だ。ポケットモンスタープラチナ、ポケットモンスターダイヤモンドパールをベースに新キャラクターや追加シナリオをプラスした新バージョン。通信機能も強化され、バトルの様子を録画して発表できるようになったぞ。ワンピースアンリミテッドクルーズエピソード1、波に揺れる秘宝。人気アニメを題材にしたシリーズ最新作、おなじみの麦わら海賊団と一緒に冒険に出発しよう。9人の仲間を切り替えながらド派手なバトルを楽しむことができる。はい、続いては新ハードで遊べる懐かしのゲームをご紹介するレトロゲームおさらじくのコーナーです。どうぞ。今月の一本お願いしたいんですけど、何その趣味ですか。いや、僕はやっぱりサブなんで、このぐらい。いやいや、前来てください、前。いいですか。いいですか、すいません。長田さんあっての長田塾でしょ。すいません、気遣っていて、すいません。でもですね、頑張ってやはりここはけじめつけないといけないんで、はい、タイトルはですね、菊太郎さんに選んでもらいました。はい、リクエスト選ばせていただきました。レトロゲームなりに、今回はですね、リメイクものをやってみようかなということで、WiiWare、で配信中のグラディウスリバースを。過去何作品もリリースされたあの名作シューティングゲームグラディウスが新作タイトルとして復活。 WiiWare で好評配信中のグラディウスリバース、シリーズの面影を残しつつもグラフィックを一新し、レーザーやミサイルをさらにパワーアップできるなど、システムが大幅に強化されている。今回はですね、せっかくなんで本間ちゃんをビシバシ鍛えてみようかなと。いや、もう全然いいっすよ。はい、もうね、最近ほんまちゃんね、ぬるま湯に使ってるんで、はい、これ機会にビシビシと鍛えてください。ぬるま湯どころかもう半身浴ですよ、そうっすね、はい、あ、もうダメですね最近ね、はい、すいません。というわけで、ほんまうららがファミ通編集部の威信をかけ、ファミ通ウェブのために、皆さんのために一面クリアに臨みます。はい、一面っておいおい、ちょっと簡単すぎるんじゃないのってのは置いといて、今作でも次期のパワーアップのタイプをスタート時に選べるようになっている。オーソドックスな万能型を選択し、ゲームスタート。パワーアップの仕方ね、大事ですよね、菊田さん。そうですね、まずはまあ当然ね、当然ね、当然。あ、そう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 、2段階で、はい、2段階で、こんなもん。次はどうなるか、こうね、やっぱそれぞれ。ミソですか。ミサイル、こうミサイルだそうです。ミソ。もし次を取ったら、レーザー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 、もうあと押しっぱなしですよ。はい、ここで楽ちんです。おーい、下から飛んできてたぞ。おい、あれ、おい、なんだっけ、あ、
おばちゃん、ストップストップ、ちょっと止めて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 、冷静な、ちょっと冷静になって、はい、もう無難があるでしょ。が手いや違う違う違う、今これこの面で この画面でやることあるでしょ。はい、タイムしたら、タイムしたら何やんの。タイムしたら、はい、コナミコマンドっていうのがあるでしょ。はい、いきます。上上下下、左右左右、1、2、はい、はい、いきますよ。でもね、遅いからね、気をつけないと。怖い、怖いです。まずはスピードアップ、なんとかして、おい、コンティニューって、おい、あれ、俺的にはね、ミソじゃねえんだよ、ミソじゃ、オプションだって最初、オプション、オプション、オプション派ですよ。レーザーなんかいらないですよ。オサダ方針で、あ、オプション、はい、オプション、はい、オプションの後ミソです。オプションミソ、オプションミソです。もうちょっと無駄が多い動き。上もう倒せたのに。これ嫌なんだよ、なんか。何が？あ、取って。でも、まあ、これまあ、ミソ。あんまりさ、斜めに動かないよね。斜め。おい、上から来てるでしょ。その後、コナミコマンドを入れてもすぐに撃沈し、全く先へ進めない本間うらら。そしてついには、じゃあ最初からね、最初からいっちゃっていいですか。最初からコナミコマンドいっちゃう、はい、スピードアップ2段階したら、まあ、一番いいのは、まあ、ミサイルかな、まず。ミソ、安全策いくなら、なんすか、やっぱバリアですか。開始直後にコナミコマンドを入力、さらにシールドも装備し万全の体勢で挑むが、ちょっと壁にぶつかったよ、今日は帰りが長くなりそうだよ。どっぷりぬるま湯に浸かりきっていた本間うらら。菊太郎の予想通り、この後事態は泥沼化し、クリアできる気配が全くないまま時間だけが経過してゆく。大丈夫、後半でもやってますか。そうですね、もうあんまり後ろ行かない方がいい。あの後ろ行くと自利品になっちゃうんです。前行って後ろ行って、前行って後ろ行っての繰り返しじゃないと。あ、これレーザー行っときましょう。レーザー行きますよ、はい、うん、はい、おー、すげーかっこいい。いや、通じゃなくて、はい、いや、いいですかよ、おまちゃん。おまちゃん、さっきだ、さっき、さっき、ここ、ここ、いや、もっと、あぶね、あぶね、マイクだ、自分が、すいません、マイク、もういい、もういい、もう仕方でいい、仕方、おー、おまちゃん、なんでマイク、おまちゃん、分かってるね。スピードアップした方がいい、スピードアップした方がいい、もうちょっと後ろでいいです。いや、っていうか、敵の動きに合わせて、敵が上に引くか、あー、します。よし、次決めよう。次決めるぜ。いや、もうそこはまずい。そこはまずい。あ、大丈夫かな。広範囲だから。大丈夫だ。開始からおよそ1時間。あまりにも長い道のりだった。何度も諦めそうになった。しかし、ボスの攻略法もマスターし、挑戦すること38期目にして、本間うらら一世一代の戦いが始まる。ここまでですか。もうちょい後ろ、もうちょい後ろ、この辺ぐらいまで、もうちょい、もうちょい後ろ、はい、下、はい、下、上上上、はい、下、はい、上上上、はい、下、下、下、はい、上、はい、下、はい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 、本間ちゃんみたいに知らない人はね、はい、お父さんに教えてもらうとか、うね、あのグラディウスをやって育って今大人パパになってる皆さんなんかが、そうです、ウィーウェアでこのグラディウスリバースをダウンロードして、そうです、で子供と一緒に、ね、楽しむっていうのもいいんじゃないでしょうか。
インフィニット・アン・ディスカバリー。シームレスで繰り広げられる戦闘が楽しめる超大作 RPG。 主人公カペルとなり、大地につながれた月を解放するのだ。解放軍と封印軍の戦いを描いた重厚な物語を堪能しよう。集まれピニャータ2、ガーデンの大ピンチ。自分好みの庭を作り、さまざまなピニャータとのんびり暮らそう。呼び込めるピニャータは100種類以上。ピニャータ同士の喧嘩や悪者退治などトラブルを乗り越えて理想の庭を作ろう。ドラゴンボール DS。 少年時代の孫悟空となって冒険が楽しめるアクションアドベンチャー。タッチペンで悟空を操作して原作さながらの戦闘を楽しもう。如意棒やカメハメハで敵を蹴散らしながらドラゴンボールを探すのだ。アンリアルトーナメント3。全世界で人気の FPS シリーズの最新作。傭兵となり、さまざまな武器や乗り物を駆使しエイリアンと戦おう。オンラインでは豊富なルールが用意され、白熱すること間違いなしだ。今月ピックアップして紹介するのは、見事ゴールド殿堂入りを果たしたアンリアルトーナメント3です。このゲームを紹介してくれるのはこの人。はい、ライターの曽見松崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、松崎君といえばですね、ブンブン丸と衝撃をなす FPS マスターというわけですね。まあ、このゲームもバリバリこう結構やってるらしいので、僕はもう何もしませんけど醍醐味とかね、コツとかをじゃんじゃん紹介してしたってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。今月は FPS の最高峰アンリアルトーナメント3をピックアップ。豊富なステージに多彩な武器、乗り物が登場し、オンラインはもちろん、オフラインでも高精度 AI でさらに進化した NPC と最大16人での充実した対戦協力プレイを楽しむことができる。まあ、アンリアルトーナメントのこう、なんていうんですか、特徴とか、今までどういったのが出てきたのか、まあ、そういうのをこう、さっくりと書いて、一番最初に出たのはパソコンのアンリアルっていうのから出て、その後、まあ、オンライン用のアンリアルトーナメントっていうのが出たんです、うん、そこで初めてその UT といわれるシリーズが、はい、まあ、リリースされて、で今回、アンリアルトーナメント3という名前で出てきて、ね、でまあ、こちらで使ってるエンジンなんですけれども、うん、もう今じゃもう有名な、そうですよ、アンリアルエンジンといえばもうギアーズ・オブ・ウォーなどで使われる、そうですね、非常に高精細なグラフィックも可能にするエンジンですね、うん、まあ、そのアンリアルエンジンの元となったのが、まあ、UT シリーズということなんですね。そうですね。まあ、僕クロスで結構やってるんで、まあ、そうそう、こう教えることはないと思うんですけれども。おお、自信ありますね。いやいや、自信がない。まあまあまあ、本作ではミューテーターと呼ばれる特殊なルールを設定可能。今回はさまざまな種類の中から曽見松崎おすすめのビッグヘッドというミューテーターを選択。あっ、いや、左ですね。こっち、こっちじゃないね。ここにここですね、アーマーでプラス50ですね。おいおい、後ろそこら中いますからね。お、ナイスキル、ね、リンクガン装備で、このリンクガンを使う場合は、まあ、普通にバラバラ撃ってるだけでもいいんですけど、相手とどめ刺したい場合は左トリガーのセカンダリー、まあ、サブ射撃とかでとど、まあ、めを刺すみたいなこと全然いいですね。お、ダブルキル。危ない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 。おっと、おお、ナイス。あー、頭でかくなってね、俺。でかくなってますね、少し。その後も順調に敵を倒していく神風おさだ。対戦終了時の成績は？来たよ、ほら。結構いいじゃないですか。おっしゃ、でかい。これはでかいね。頑張ってる、超頑張ってるよ俺。デスマッチでは基本的にそのアイテムが、例えば最初のアーマー取ったじゃないですか、うん、それを取るとそこから、1分後にもう一個出るんです、うん、もう一回、あ、そろそろ出るなと思ったらアイテムを取りに行くっていうのを複
数の場所で繰り返しやるんですね。これはもう FPS でおなじみのスナイパーライフルです。おっと、ここ二段ジャンプね、二段ジャンプもしつつ、さあヘッドショットだよ。だってスコープも狙わ なしでヘッドショットしちゃうんですかこれ。スコープを使うと、はい、こう視界が狭まってしまうんですね。そうだね。そういう場合にはやっぱまあスナイパーライフル自体の威力はあるから、そうですね、普通に当ててもいいですし、あと高さを首の位置に当てて、あとは左右平行移動をしてれば基本的に合わせられるっていう感じですね。で、まあ、スティンガーミニガン、まあ、まんまミニガンですね。ガトリングガンって言ったんですかね。来ましたね、スティンガーミニガン。意外と強いんですよ。強いね。基本的に FPS のゲームだとやっぱガトリングガンって弱いのが多いんですけどね。まあロケランとかはまあ強いってね、いうのはそうですね、まあ、定説がありますけど、お次はですね、ちょっとレベルアップして画面分割でちょっと協力プレイをやってみたいと思います。はい、まあ、松崎、これはこうどういったルールですか。これはビークル CTF と言われるもので、はい、まあ、俗に言う CTF キャプチャーザフラッグ、はい、まあ、旗取り戦なんですけども、旗取りを取った方が勝ちみたいなね。そうです、はい、ただここにはビークル CTF とビークルがついてるので、はい、乗り物が大量に用意されています。そうだね。どれに乗る？じゃあ僕はこれに乗りますんで。これ一人乗り？これに乗れますよ。乗れる？これ。なんかタコみたいな昔の乗れるか。人類が考えた火星人みたいなやつなんですけど、今僕が上から見てるそのメインのコックピットにいまして、はい、で長田さんはその下部にある。カブに乗ってると部分にいるんですね。でこれがまたバカみたいに強いんですよ。まあ相手もいるよ。よし、やっつけた。僕ちょっと降りてみましょう。すげえこれやべえこれ。なんかあれですよね、なんか宮崎アニメの。すごいこれ。僕は フライングエイみたいに乗ってる。おいし、やっぱりメインはオンラインモードですか。そうですね、キャンペーンモードも、うん、まあ、当然面白いんですけれども、はい、やっぱり今回 ね、ムービーとか、まあ、ストーリーが用意されてますから、まあ、一人でこうやることもできるんですけども、プレイヤースキルをこう、ね、オフラインで上げて、まあ、ぜひチャレンジしてほしいかなと思います。はい、年末ではですね、もう本当にこれ以上ないってぐらいホットなゲームがたくさん出る時期ですから、はい、まあ正月休みもあるし、もうゲーマーにとっては天国パラダイスですよ。そうですね、もう腰を据えてゲームをじっくり遊べる大事な大事な休みですからね。そうですね、もうやり逃したゲームとか、でこれから出るゲームとかもスケジュール立てて、ぜひこう充実したゲームライフを送ってほしいと思います。ではまた来月、はい。